続いて外部モニターについてちょっと確認しておきたいなと思います。続いて外部モニターですね。最近手に入れたこの14インチのモニターに対して、やってみたいなと思います。まあぶっちゃけハブを挟まずにタイプ C で直接つなぐっていうのも手なんですよ。ちょっとそれもやっとこうかな。このケーブルでいけるかどうか確認しておきます。あ、来た。はい、これ今タイプ C でつないでる感じですね。こんな感じでタイプ C で直接つないで使うこともできる、まあ、モニターなんですごく便利なんですけど、 HDMI じゃなくてタイプ C をハブを挟んでつないでみようかな。そうするとどうなるかというと、うん、まあ、オルタネートモードが使えないのでダメですね。ハブを介してオルタネートモードというのはまあ難しいとなってくると、じゃあ HDMI かってなるんですけど、 HDMI はフルサイズの HDMI なので何がしたいねんって感じなんですけど、今度はハブを通した HDMI 系でつないでみます。はい、来ました。同じように使える感じになっておりますと。フル HD の 60Hz でちゃんと入っています。なのでまあモニター表示としても大丈夫で、このハブは 4K にも一応対応しているので、この正面にあるいつものモニターでもちょっと確認しておきます。なんかもう机の上がわちゃわちゃして大変なことになってますけど、これを、はい、で今ちょっと 4K モニターにつないだので、これで入力切り替えを HDMI にしてみると、ピッ、お、4K っぽいですね。なんかアイコンがすげえちっちゃくなった。ここのデスクトップにいる今、ウィンドウをそのまま横に持ってってるんですけど、こんな感じです。4K の 30Hz で入力することができるので、うん、なので画面広く使えて意外といいかなっていう感じがします。